はい、皆さんこんにちは、ゆうりです。いつも動画見てくださってありがとうございます。今回、今回はですね、ダイエットということで、リクエストをいただいてたので、ダイエットの動画を発信していきたいと思ってます。ダイエット、私自身は20キロぐらい痩せましたね。でも20キロ痩せて、良かったんですけど、その後15キロリバウンドして、で、つい最近やっと10キロ痩せて、5キロがなかなか戻らないという状況になってしまいました。ダイエットは、まず、根気よく何事も続けることですね。で、私がよくやっていたのは、縄跳びとかなんですけど、腰壊しちゃったりするんで、あんまりちょっとお勧めしないので、またそのダイエット方法は後ほど説明していきたいと思います。で、ダイエットをするにあたってなんですけど、皆さんその、全員がそうってわけじゃないのは分かってるんですが、やっぱその、楽して痩せたいっていうのは絶対人間の本能やと思うんですよ。楽して痩せれたらいいなっていうのはあると思うんですけど、正直それって絶対無理で、その痩せたい、楽して痩せたいっていうことに、行く時点でダイエットは成功しないなと思ってます、私は。食べ物で痩せたりとか、よくある週にね、週にっていうか、1週間で、何キロ ?3 キロ痩せれるとか、ね、よくありますけど、食べなければそれは痩せますよ。でも食べなければ痩せるけど、その後ですよね。その後食べて、ずっとそれが継続できるかってやっぱ無理なんですよ。絶対できないっていうのがあります。戻っちゃう。私もだからその20キロ痩せるまでに、10キロ運動で痩せて、その半分10キロを、食べ物で痩せたんですよ。食事制限で。結局15キロ、5キロオーバーしちゃって、15キロ戻っちゃって、5キロオーバーで。結局合計5キロしか痩せれてないみたいなもんなんで、やっぱ無駄になっちゃうし、より太っちゃって、痩せにくい体質になっちゃいました。私自身が。だからつい最近10キロようやく痩せたんですけど、それまでの食生活っていうのが、1日、朝まずトマト1個、昼、よく流行ったセブンイレブンのサラダチキン1個、夜トマト。でもそれだけやのに、体重は減りました、確かに。もうちょっとで、ね、50キロ切るかなっていうぐらいまで行ったんですが、その当時、体重は減ってるんです、確かに。体重は確かに減ってるんですけど、見た目変わらないんです。むしろ太ったしか言われなくて、見た目そのもう50キロ切りそうやったのに60キロぐらいに見られてました、体重。その当時。最悪ですよね。痩せないんですよ。だからもう。だからやっぱり、体重を減らすっていう方向よりかは、体を引き締めるという方向に持っていった方がいいと思います。あと、食べなければ痩せますが、結局太っちゃうので、絶対に、無理な食事制限はやめてください。人より食べてるとかね、間食してるとか、それやったらやっぱある程度抑えないとダメです。でも、普通に食生活してるだけで痩せたいとか言うんやったら運動するしかないです。好きなもん食べれなくなります。だから私、炭水化物1日にお米3杯食べたら体重かなり増えちゃいますね。そういう体になっちゃって、それが嫌で、運動始めたんですよ。筋トレとか。ほんなら、好きなもん食べても唐揚げとかね、大好きなんですけど、ウインナーとかめっちゃ好きで、食べるけど、むしろ痩せたって言われるようになりましたね。だからやっぱり、しっかり食べて運動すること。なんで食べんかったら太るかっていうのは、私はそのジムとか通ってたけど、全然痩せなかったんですよ。さっき言ったみたいに。なんでかっていうと、人って、エネルギー使うじゃないですか。食べんかったらエネルギーなくなる、つかないじゃないですか、エネルギー。だから、自分が今まで鍛えてきた筋肉とか、引き締めてきた筋肉とかの、やつを全部吸収しちゃうんですよね。エネルギーに変えようとして体、食べへんから。だから筋肉もつかへんし、痩せないんです。そういうサイクルになってるので、やっぱり食べないっていうのは絶対なしにしてください。私はそれ絶対お勧めしません。でもそういう風に楽しようっていう考えてる時点で絶対もうダイエットは向いてません。じゃなくて、運動すること。ということなので、本当に何事も根気よくしてください。自分にもちろん合ってるダイエット、合ってないダイエットってあると思うんですけど、合ってるな、少しでも成果出たな
っていうのがあれば絶対続けること、諦めちゃダメですね。もう諦めるって時点で絶対 100% 痩せれないから絶対にやってください。じゃあ今からちょっと私がやってた筋トレ方法などをやっていきたいと思います。体幹という体勢をしていきます。1日3分です。腰が痛くなったらもうすぐやめてください。腰を反らさずにまっすぐ保ってください。その後腰をねじるようにしてください。これを計30回、1日30回してください。続きまして足痩せ方法なんですけども、足をクロスにして、前に出てる足に重心をかけてください。後ろに倒れないように前にかけてください。これを1日片足1分間から2分間ずつしてください。気づいた時にするようにすると痩せやすくなります。例えば料理をしている時とか何か用事している時にやってみてください。そして次は、腕を引き締める効果、二度腕ですね。音楽をかけてやりながらするのもありかと思います。これは、1日2分間続けてください。続きましてはウエストを引き締める効果なんですけども、頭を動かさずに腰だけを回してください。左右1分間ずつしてください。そしてツイストです。1日、1分間してください。そしてこの後が、ウォーキングになるんですけども、筋肉痛になった時は無理に筋トレしてしまうと筋肉が崩れてしまうので、筋肉痛になった次の日とかにはウォーキング20分以上ですねしてください。20分からやっぱり脂肪燃焼がされていくので20分以上のウォーキングをすることが大切です。単純に、筋肉痛になれば有酸素運動、ウォーキングで、筋肉痛がなくなればまた筋トレという、その有酸素と無酸素を繰り返す日々を尽くしていれば痩せる効果が出てくると思います。続きまして食べ物なんですが、制限というよりも食べ方を変えることによってダイエット効果が現れます。まず朝ごはんをしっかり食べていいんですけども、食べ方というのは、野菜からまず食べる。野菜、そして胸肉、タンパク質を摂るようにしてください。そうするとより痩せやすくなります。はい、という感じで終了いたしました。で、続けていくこと、やっぱインナーマッスルを鍛えたりとかすることが大切なので、普段は歩くとき、何かしてるとき常にお腹をへっこますっていう、特に下腹部をへっこますっていうイメージを持ってください。で、根気よく続けてください。ぜひ諦めずにやっていきましょう。私も今もちょっとダイエット中なので一緒に頑張れたらと思います。で、それからそのダイエットしてメリットというのは、まず痩せて、メイク映えとかもすごい変わってくるんですよね。メイクもそうですし、好きなことが増えます、ダイエットすることによって。私もその70キロ以上あった時、本当に同じ服しか着れへんし、本当に周りを気にしてました。本当に楽しくなかったです。もうやっぱり周りの目が気になるし、海とか行っても可愛い子、細い子、スタイル行くだけやっぱね、仲良くされて、自分だけはなんか引き立て役なんかなみたいな風に思ってたけど、でもそれはやっぱり自分が変わるべきやなっていうのがあって、周りのせいじゃなくて自分の見た目、自分の中身は自分で変えるべきなので、だから私は本当にダイエットをしてよかったと思ってます。今ダイエットをして今こういう自分があるというのがあります。本当に変わりました。体も楽になりましたし、病気もしにくくなりましたし、一番怖いのがやっぱりね、そういう甘いものとか取りすぎて病気になっちゃうっていうことなので、体を壊しちゃえば何もできなくなるので、やっぱり健康を一番に考えながらダイエットをするといいと思います。あともう一つ、一番ダイエットをしてよかったな、やってよかったなって思うのが、意志が強くなったことです。何事も真剣に取り組んで絶対やってやるっていう意志を持てたことです。絶対続けてやるっていう。ダイエットって苦しいです。本当に成果出れば楽しいです。でもほんまに苦しいんですよ。でも苦しいつもやってる時あんまり、無我夢中になっちゃえば大丈夫ですけど、
本当にだからそれを乗り越えた時に例えば自分に夢ができたり目標ができた時に成果が出るまでやり通すことができます。目標を決めて絶対これやってやる、絶対成功してやる、絶対になってやる、でそういうことをしっかり目標を立ててしっかり前に突き進めるようになりました。本当私中途半端であれだったんですけど、一つ一つを真剣に取り組めるようになって絶対やってやるっていう気持ちが持てるようになりました。なのでダイエットは見た目も良くなって好きなこともできて、もちろん恋愛も本当にうまくいきます。私彼氏できましたもんね、痩せてね。で恋愛もうまくいきます。それからやっぱ可愛い、綺麗だね、痩せたねって言われることによって自分に自信が出てコンプレックスを解消できます。やっぱ私すごい顔にコンプレックスあるんですけど、やっぱり周りが可愛いね、素敵だねって言ってもらえることによってやっぱ自分に自信がつく。だから本当にコンプレックスは自分で勝手に決めてることなので、本当に変わりたいのであればやっぱ痩せて化粧してとか、まあ化粧自由ですけど中身も変わってきます。本当にすごい私インドアのタイプだったんですけども、アウトドアですね、ボーン、もうめっちゃ喋るようになっちゃいました。だから本当に変わるので、ぜひぜひダイエットは真剣にやるからには取り組んでください。諦めたら絶対痩せれませんし人生も変えれません。意志も弱いままです。だから全てに対してきっちりしっかり目標を持ってやり通したいというのであればダイエットをするべきです。ほんまに痩せた時は最高ですよ、もう最高です。なのでぜひぜひダイエット頑張ってください。ためになればと思います。まあ私もまだまだ未熟なのでちょっと上からでも申し訳ないんですけども、まあ皆さんのお役に立てたらと思います。いつも見てくれてありがとうございます。また次回は私の使ってるアイテムなど、カラコンとかね、何使ってるんですかっていうのをよく聞かれるので、まあ私のおすすめアイテムというのをちょっと今度紹介していけたらと思います。まあちょっとそんなにね、まあいろんなことやる動画ではなかったんですが、喋ってばっかだったんですけど、食べになればと思います。じゃあまた動画発信しますね。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。グッバイ、 Thank you!